スターン、パントの体型です。ジェイスターズショート目のパントをしっかりと押さえるような感じ。ドライアクシスジェイスターズフォースダウンの攻撃はパントによる攻撃権を放棄、攻撃権を放棄する代わりに陣地を挽回しています。パンターは2番若林健次郎選手。攻撃権はサイドワインダーズに移ります。サイドワインダーズ自陣40ヤード付近よりファーストダウン10の攻撃。ワインダーズランニングバック4番吉川拓也選手、ボールを持ちまして右方向へ展開。しかしここはトライアクシスジェスターズディフェンスの上がりが早くゲインを1ヤードにとどめています。1ヤード、セカンドライン、サイドワインダーズセカンドダウン。ワイドレシーバー3番新谷太郎選手へのパスが成功、ゲインは8ヤード。サイドワインダーズサードダウン、ファーストダウン獲得までは残り1ヤード。ここでサイドワインダーズサイドワインダーズ中央プレー、さあファーストダウンどこでしょうか。ファーストダウンにはいたっていないようです。トライアクシスジェイスターズディフェンスの集めが中央ですね。嘘が大丈夫だサイドワインダーズトースダウンの攻撃はパンター12番泉山選手のパンドで攻撃権を放棄。
このパントされたボールをトライアクシスジェイスターズ81番リターナーのタクア選手がキャッチしています。攻撃権はホワイトのユニフォームトライアクシスジェイスターズに移ります。トライアクシスジェイスターズ自身15ヤード付近、失礼しました、自身16ヤード付近よりファーストダウン10。トライアクシスジェイスターズランニングバック4番佐藤選手中央付近をつきましたが、サイドワインダーズラインバッター9番帯川康樹選手がタックル。1ヤードロス、後ろに下げています。選手からワイドレシーバー5番広瀬翔太選手のパスが成功、ゲインは21ヤードもちろんファーストダウン。攻撃権は引き続きホワイトのユニフォームトラッシスジェイスターズ自身36ヤード付近よりファーストダウン10。トライアクシスジェイスターズクォーターバック6番上西選手オプションプレー、自らボールを持ち左サイドをつきましたが、ここはサイドワインダーズディフェンス集まり早くゲインを1ヤードにとどめています。トライアクシスジェイスターズセカンドダウン、トライアクシスジェイスターズ81番ワイドレシーバータクラ正弘選手のパスが成功しています。ゲインは2ヤード、パスは不成功。トライアクシスジェイスターズパスを投じましたが、サイドワインダーズ91番ディフェンスライン福永博之選手がこのパスをブロックしています。パスインコンプリート、パスは不成功。ダウンが1つ進み、ボールは前のダウンの位置へ戻ります。アメリカフットボールはパスが失敗しますとゲームクロック時間が止まります。前半終了まで7分14秒。ここでコース交代、3ヤードほどリターンしたトライアクシスジェイスターズ。コースダウンの攻撃はパントにより攻撃権を放棄。攻撃権はブラックのユニフォームサイドワインダーズに移ります。サイドワインダーズ自陣36ヤード付近よりファーストダウン10。
サイドワインダーズランニングバック4番吉川拓也選手中央プレー。失礼いたしました。ランニングバック4番吉川選手ゲインは3ヤード。パスは不成功。サードセブンだと思っています。サードダウン、サードダウン。クォーターバック15番村上正志選手ファーストランを獲得しています。攻撃権は引き続きブラックのユニフォームサイドワインダー敵陣に入りまして敵陣47ヤード付近よりファーストラン10ドリバーガーということで、ここでレフリータイムアウトです。ウォータータイムアウトが取られます。両チームの選手は給水をしてください。第2クォーターの6分を経過しております。ディフェンスバック橋本浩二選手がタックル。28番藤本選手です。
趣味はですね、もう最近のゲインは1ヤードサイドアイランドサードダウン。石川選手ボールを持つ横に展開していくがファーストダウン。サイドラインからのランニングバック4番吉川拓也選手ボールを持ちまして右奥へ展開しました。ゲインは3ヤード。ここで泉山選手が出てきた。サイドラインからのフォースダウン。フィールドゴールを狙っていくものと考えられます。フィールドゴールを狙う模様です。キックでゴールを通過させれば3点の獲得となります。次のタイムはサイドワインダーズ前半1回目ここでサイドエンダーズ前半1回目のタイムアウトでタイムアウトを取り作戦を立て直します。アメリカンフットボールでは各チーム前半に3回後半に3回タイムアウトを要求することができます。ただいまフィールド内はブラックのユニフォームサイドエンダーズ前半1回目のタイムアウト中です。タイムアウトを避けましてサイドワインダーズフォースダウン。キックは失敗。これは失敗です。左にそれた模様です。失敗いたしましたので先ほどのゴールオンの位置から トラクシス J スタートの攻撃となります。フォースダウンでしたので攻撃権が入れ替わります。攻撃権はホワイトの日本のトライアクシスチェイサーズ自陣20ヤードよりファーストダウン10。初でしょうかセットバックというバックアイフォーメーションからのプレーランニングバック、さっき1番への中央付近のランニング4ヤードトライアクシスチェイサーズランニングバック31番村山選手の中央プレーゲインは4ヤード。アメリカフットボールランプレーですと時間が進みます。前半戦終了まで残り2分40秒さあ最後に年沖野選手が待っておりますがトライアクシスジェイスターズランニングバック24番沖野選手中央プレータックルしたのは77番サイドラインダーズディフェンスライン平畑大輝選手。トライアクシスジェイスターズサードダウン。フィールド上でタックルされた場合は時間が進みます。ファーストダウンまでは残り4ヤード。後ろから来るがパスインコンプリート、パスは不成功です。フォースダウンでバウンドを選択するという形になります。
撃はパントにより攻撃を放棄、パントされたボールサイドライン終わりましたので、その時点でゴールデッドとなります。攻撃権はブラックのユニフォームサイドワインダーズを取ります。サイドワインダーズ自陣35ヤード付近よりファーストダウン10、前半戦終了まで残り1分37秒。サイドワインダーズクォーターバック15番村上選手、スナップ時にボールをファンブル、ボールを落としましたが自ら抑えことなきを得ております。しかし11ヤードのロス、後ろに下がっています。上半身にもありましたけど11ヤードのロス、大きなロスセカンダー21という形になっています。4回の攻撃権を更新するためには21ヤードを取り込みます。ロングシチュエーションでありましたがランを選択。これはですね、先ほどのサイドラインではブランニングバック27番東選手ボールを持ちまして、しっかりとですね、ロスしてゲームタイム、ゲームタイム、前半1回目、ここでトライアクシスジェイスターズの前半1回目のチームタイム。ホワイトのユニフォームトライアクシスジェイスターズ、前半1回目のタイムアウトを要求。前半戦終了まで残り39秒。ここでファールマーカー反則が発生しています。審判台よりファールマーカーが投じられました。スナップという反則です。スクエアードのペナルティ、
スナップではボールを後ろに出す行為のことを言うんですが、その不正なスナップがあったという反則です。さあロングパス投じる、これはパスインコンプリート、パスは不成功です。ディフェンスバックカバーよくパス失敗。試合時間は残り19秒。さあ敵陣、25ヤードよりパスが失敗しますと時間が止まります。前半終了まで残り19秒。サイドラインダーズセカンドダウン。パスインコンプリート、パスは不成功。ダウンは進んでサードダウン。前半終了まで残り12秒。終了まで残り12秒。チームタイム、サイドラインガー、サイドラインガー前半2回目、2回目のタイムアウトを取っております。サイドラインガー前半2回目のタイムアウトを要求しています。前半戦終了まで残り12秒。先ほどのプレーをタックルしたのはトライアックス・ジェイスターズディフェンスライン93番藤井圭介選手。ここでサイドワインダーズタイムアウト。前半終了まで残り5秒。フィールドゴールを狙う模様です。トライアクシスジェイスターズ77番、福永翔選手が激しいラッシュ、キックは失敗です。ここで前半戦の終了。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会在 H リーグ 2020X2West 秋季交流戦、本日の第2試合サイドワインダーズ対トライアクシスジェイスターズの試合は前半戦を終了しまして0対0です。ハーフタイムは10分間。